明日から夏休みですが、中学生最初の夏は気を抜くことなく2学期に向けての勉強もするんだぞ。わかったか？はい。よし。福島、千葉、兵庫、長崎、いずれかの県庁を爆破する。今度は本物だ。おい、爆破するって今度は本物だって。先生、それ問題ですよ、問題。いや、いつものか、はい、あ、そうか。じゃあ行きますよ、はい、題して県庁爆破予告事件。県庁爆破予告事件、犯人が狙ってる件を当ててください。犯人は過去に3つの県庁におもちゃの爆発物を送って世間を騒がせました。その県は岩手、島根、愛知、この3つの県に共通するものが分かれば犯人が次狙ってる県が簡単に分かります。簡単に？簡単にか。共通する。岩手、島根、愛知、共通か。おもちゃ爆破愉快犯、先生、分かりました？あ、もうちょっと待ってくれ。悩んだ時は体操だ。先生、体使わないで頭使ってくださいよ。何言ってんだよ。体を動かせばな、頭だってすっきりするんだから。あ、9、あ、お前もやれな。よし、こっちから、1、2と、よし、3、あ、9。一つくらいヒントないのか？ダメです。ダメって、お前夏休みは長いんだぞ。お前、先生グレちゃうぞ。よし。あ、先生、もう僕行かなくちゃいけないんです。明日試験なの。例のやつか？はい。そうか。じゃあお前、悔いのないようにチャレンジするんだぞ。はい。まあ、9なら絶対に合格だ。はい。おい、9！ お前、廊下走るな！9！ お前、いつも言ってるだろ。走るときはな、もっと腕を振るんだよ。腕、うん、はい、腕。そうそう、もう、キャキャと振れ。いや、これじゃちっちゃいだろ。僕の名前は Q。 もっとこう、研究の Q と書いて Q です。中学1年生、今日は待ちに待った大切な日です。それは、小さい頃からの夢を叶える日で、僕の夢は世界一の探偵になることなんです。よっしゃー。あ、そうだ先生、県庁爆破予告事件の答え分かった？ヒントは2つです。過去に脅迫をした3件の共通点と県庁の文字。過去に脅された3件の県庁所在地は、そして今回の予告状の4つの県の県庁所在地は、そう、共通点は県の名前と県庁所在地が一致していないところなので、犯人が狙っている県は兵庫県です。今日は団探偵学園の入学試験の日なんです。この学園の卒業生は皆世界を股にかけて活躍していて、その学園長である団先生は元警視庁捜査一課の刑事、数々の難事件を解決した伝説の名探偵。分かりやすく説明すると、日本のシャーロック・ホームズみたいな人ですと言っても、見たことないんですけどね。
お願いします。どうぞ。はい、あ、すいません。ダン先生の人気すごいな。お、忍者。あの、すいません。あ、いやいや、教えてくれてさ。結局この頃にシャーロックホームズ、あの絶対真似するんだもんね。これ見てもらえば。あれ面白い。何、君を探偵になりたいの？あ、はい。硬いな。リラックスリラックス。はい。あのね、探偵つうのは遊び半分でやれるほど簡単な仕事じゃないんだよ。うん。僕の名前はサブローマル豊。ちなみに東大生ね。え、東大生なんですか？ IQ180。 アインシュタインって知ってる？あ、一応彼がね、180で、ルパン三世が300だったかな。 え、そうなんですか？受験生は道場へ集合。繰り返す。受験生は道場へ集合。行っちゃおう。え、行っちゃうんですか？ごめんなさい。買ったばっかりなんですけど。あ、殴っていい？ほんとなんか、あの、後ろ顔されて、ほんとすいません。あの、わざとじゃないんです。すいません。本当です。なんで隣に座るの？だって周りみんな大人だし。中学生？小学生に見える？ごめん。あ、サブラモンさん。ボンジュー。ひょっとして君も中学生？ようこそ諸君。ダン探偵学園の一次試験をこれより開始する。まずは前方のスクリーンをご覧いただきたい。この写真は実際に起きた殺人事件の手がかりとなった写真である。現場は氷点下10度の高原リゾート地の湖に面したコテージ。被害者はフリーカメラマン。これは被害者が最後の力を振り絞ってシャッターを切った一枚だ。最後の力ってまさか死んだってことかな？うるさい。死因は鋭利な刃物による刺殺。刺殺？柔道初段であった被害者の死亡推定時刻は午前1時過ぎ。次は事件発覚後、警察によって撮影された現場の写真を見ていただきたい。ここで問題。2つの写真を見比べて真犯人を推理していただきたい。推理って、この2枚の写真だけで？あ、はや。2つの写真の違いは6つ。最初の写真は床に灰皿が落ちてた。2枚目の警察の写真では片付けられていた。倒れた花瓶と倒れてない花瓶。犯人が部屋を片付けた理由は証拠を隠すため。ねえ、こんな短時間でそこまで覚えたの？瞬間記憶能力。瞬間記憶能力。一度見たものは絶対に忘れない能力。私生まれつきそれがあるの。すごいね。まあね。で、犯人分かったの？そんなのこれからよ、これから。被害者の写真、あれは犯人の正体を知らせるためのダイイングメッセージだね。ダイイングメッセージ？
Yes。 この人誰？あ、僕東大生。ちなみに IQ は180。アインシュタインって知ってる？静粛に。あ、そう。今から6人の容疑者を紹介する。スタッフが扮したこの事件の容疑者です。6人は現場から2キロ離れたホテルに宿泊。6人それぞれに被害者を殺す動機はあり、そしてアリバイはなかった。事件直後、重要参考人として警察に身柄を拘束された6人だ。犯人はこの中にいる。犯人って、これだけのヒントじゃ。女の人は左利きか。なんでそんなことがわかんの？右腕に時計してるじゃん。ああ。頭、腕、杖、あれは被害者と争った時に作った手形と推理すると。すごいね。あの3番の杖の男、あれは凶器かもしんねえな。そっか、そういう見方もありますね。ダメだ、全然ついていけない。やばい、わかんないよ。今から容疑者たちが移動を始める。諸君は犯人と思った容疑者を尾行していただきたい。尾行が成功した場所、そこから二次試験を始める。現場は氷点下10度の高原リゾート地の。死因は鋭利な刃物による刺殺。2つの写真の違いは3つ。犯人が部屋を片付けた理由は証拠を隠すため。証拠を隠すため。あれ、犯人分かっちゃったかも。分かっちゃった。分からない。左利きの人は強そうな人。落ち着いて、焦っちゃダメ。ねえ、一緒に行こう。犯人はね、嫌だ。答えは自分で見つけたいの。人に頼ったら探偵にはなれない。じゃあヒントはね、写真に写ってるものが答えとは限らない。写真に写っているものが答えとは限らない。うん。そうか。うん。写真に写っているものが答えとは限らない？わかった。わかったわ、犯人。正解。あ、僕九。南めぐみ、めぐでいいよ。行くよ。遅いよ、早く。待って。この番組はドコモグループ、コカ・コーラ、明治製菓、花王、キャノン、日産自動車の提供でお送りします。人たちいっぱいいるね。うん。よっ、若者。あ、サブラマーさん。え、3番の男ですか？まあな。え、どうしてですか？何も言えるわけねえだろうが、まあ、お子ちゃまにはまだ早いよ。で、どっち行った？多分上ですね。じゃあ、行くぞ。上ですよ。ちょっと待って。え、どうしたの、メグ？
下よ。下？え、今上がってきたばっかりじゃん。あの男さっきすれ違ったの。あ、ほらあの人。でも服の色が違うじゃん。あのジャケットはリバーシブル、そして杖は折りたたみ。あの男同じ腕時計してた。すごいねメグ、さすが瞬間記憶能力。これでさっきの借りは返したからね。オッケー。それとあの男の子、試験会場にいたもの。あ、そうだ、はい、行くよ。うん。あいつらすっげえ。どこ行くんだ。見えない。190円の切符を買ったでござるぞ。拙者遠山の金太郎でござる。遠山の金太郎。金太で結構。あ、マッキュー、小中メグ、あの金太さん、なんで切符の数字が見えたんですか。拙者の視力は 4.0 でござる。 4.0。 まあ旅は道連れ、世は情け。参ろう。あの人いたっけ。いた。うっそ。2番線の電車は川西湖行き急行電車です。お乗り間違えないようにお気をつけください。行くでござる。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。メグ、路線図覚えてる？うん。190円でどこまで行ける？あ、北桂。よく覚えたでござるな。どうしたの？ここで待とう。え？無理だよ。だって犯人乗ったんだよ。メグ、僕を信じて。拙者は乗るでござる。私も。じゃあ俺も。メグ、だって僕を信じて。今のドア注意、今の電車が発車いたします。閉まるドアに注意。信じて。どうして降りちゃったんだろう。わしも同じく。あ！あ！どうして。でかしたぞ、Q。 メグと金太さんのおかげです。え？190円の切符を買ったのに終点川岸湖まで120円でしょ。だからみんなを巻くために今の電車に乗るふりをして、あの男は下り電車を待つ。Q はやっぱりすごいな。びっくりしたぞ。あ、またあの子もいた。ん？残ったのは我ら4人でござるな。そうかな。サブロン丸さん。ああ、残ったのはガキンチョと頭の悪そうなお兄さんだけか。お？バカにしたな。俺をバカにするとこいつが許さねえ。
急がないと。金太さん、犯人犯人。ああ、でも金太さんすっごい力持ちです。ああ、そうだろ。ただの筋肉バカだよ。なんだとてめえ、この子に思うんだよ。金太さん。しかしな、拙者にはこのサイコロがある。容疑者は6人、サイコロの目は6つ、確率は6分の1。迷った時にはこれに限る。で、お主はなぜあの男が犯人と。俺か？俺はやっぱりあれだ。写真に写っているものが答えとは限らねえと思ったからだ。キューと同じだね。いや、分からぬ。どういう意味じゃ。逆を考えたんです。写真に写ってないものが答えかなって。すまん。もっと分かりやすく。1枚目に写ってないものが答えなんです。今一つ、もっと詳しく。2枚の写真の違いは6つ。灰皿、花瓶、雑誌、毛布、服、靴。1枚目に写ってなくて、2枚目に写ってたものは靴です。靴？はい、隠したんではなく足されてたんですよ。だから僕はこう考えたんです。犯人は被害者の靴を履いて部屋を飛び出した。そして靴を戻しにやってきた。ちょっと待って、わかる？うん、なんとなくな。わかんない。金太、全然わかんない。なんで犯人は被害者の靴を履いて逃げたの？だって靴は履いてきてなかったから。外はマイナス10度じゃん。もう侍言葉どうしたんだよ。やかましいな、今それどころじゃない。ヒントは一つ。うん。現場は湖のほとりでした。犯人は誰にも見つからず、少しでも早く着く方法として湖をスケートでやってきたんですよ。スケート？なんで？でも犯人は計算ミスをしたんです。柔道初段の被害者と争った時、足に怪我を負ってスケートで帰れなくなってしまったんですよ。そして被害者の靴を履いて逃げたんです。ということで、あの6人の中で怪しかったのは、スケートを履けないほどの怪我をしたあの杖の男です。お見事。お主やっぱりすごいな。はい、先生、喋りすぎだな。喋りすぎ？バカみたいだぜ。え？俺たちライバルなんだぞ。そうだけど。助けてやるからな。あ、ちょっと待って金太さん、ちょっと待って。なんだよ。助けに行ったら尾行を巻かれます。いや、分かってるよ。けどお前、怪我人見捨てていいのかよ。ここは見捨てるが正解だと思います。え？尾行を続けましょう。おい、僕は行きます。いや、ちょっと待てよ。ちょっと見捨てるのが正解？私、今日信じる。え、ちょっと、お前ら！おじちゃん、勘弁だ。でも、必ず戻ってくる。それまで辛抱しててくれ。ごめんな。おい、どういうことだよ、見捨てろって。なんで怪我した老人を無視すんだよ。おう、答えろ。おめえもだよ。
さっさしかとしやがって、年寄りを大切にしろって狙ってねえのかよ。なんとか言えよ二人とも。あの人は足を折っていない。あ？どういうこと？あの人の靴底だ。靴底？病院へ連れて行ってくれないか。あ、靴の裏に泥がついてない。川沿いのぬかるんだ道を歩いてきた人の靴ではなかった。つまりあの人は学園が送ってきた最後の罠だ。最後の？ゴールは近いよ。行くよ。行こう。はい。あ、ゴールだ。ねえ、行こう。やったー。よかった。どうして戻ってきた？サイレンが聞こえたんです。ダムの放水を知らせるサイレンだったから、ここ危ないかなと思って。さっきは見捨てておきながら、なぜ今度は助けようとする？自然の力って怖いし、万が一と思って。それにおじさん、多分歩けない人かと思って。時間がないぞ。それじゃ。走るときはな、腕を振るんだよ。もっと腕を振るんだよ。キュッキュッキュッと。どこに向かってんのこの船は。これより二次試験を開始します。受験生たちは客室に集合してください。みんな頑張ろう。おーよっしゃー、よっしゃー、しくそ。なんだよ、一次試験の会場他にもいくつかあったみたいで、まだこんなにいるのかよ。ま、東大 IQ180 の僕の敵じゃないけどね。行って。やむし。うん。来て。一次試験では推理を駆使したもの、勘でやってきたもの、運だけでたどり着いたもの、さまざまなものがここに残っていることと思う。だがこっからは実力試験だ。質問は50問。40点以上取った者だけが次なるラウンドに進める。第1問。バスがバスジャックされました。目撃者の幼稚園児が描いた絵はこれだ。バスは A 方向 B 方向どっちに走ったのだろうか。第2問。マジ？早っ。これはダイイングメッセージだ。容疑者は3人。福岡俊介、相田勤、松本博史。犯人は誰だ。第3問。このメモは殺された男が握っていたダイイングメッセージだ。このメモには犯人の名前が隠されている。無理だ。犯人は次の容疑者3人の中の誰か。 A 船津五郎、 B 笹山博士、 C 坂本光三。第4問。
殺人事件の起こった部屋のパソコンに打ち込まれていた数字だ。この数字から犯人の名前を次の3人から割り出せ。 A 石橋豊、 B 藤岡高光、 C 山田拓也。落ちちゃったんですか？島に上陸した諸君に告ぐ。君たちは失格者だ。向かいの船で帰ってもらう。じゃあ私たち船にいる6人ネクストラウンドへ出発。次なる上陸先は霧崎島だ。霧崎島。森彦学園長を紹介する。段先生が来てるんですか？私顔見るの初めて。僕もだって滅多に人前に現れない伝説の人なの。あ、段森彦だ。諸君、第一次第二次試験ご苦労だった。この島での最終試験に合格した者には私の全てを教える。クオリファイドクラス、通称Qクラスの入学を許可する。資格を与えられし者たち、クオリファイド、Qクラス。本当の試験はここから始まる。合格者の枠は4人だ。4人、この中から4人。健闘を祈る。ここまではドコモグループ、コカ・コーラ、明治製菓、花王、キヤノン、日産自動車の提供でお送りしました。汚ねえな、大丈夫かこれ。私一人。どこ行くん？カズマくんだよね。僕Qよろしくね。あれ？あれ？あれ？しまった。パンツ忘れちったよ。パンツ持ってるのかな。
んじゃ。パンツ。何パンじゃ。パンじゃなくてパンツ。パンツ。あ？パンツ。パンツはそこじゃ。はい。2枚だけかよ。 SSLL ピチピチにぷっかぷかかよ。ねえ、これください。500円。今買おうとしたんだけど、正確には見てただけ。現実に手にして買ったのは僕だ。ちょっと待って、正確知り合ったんだし、もっといろいろ喋ろうよ。年も近いんだし。買うのかい？800円。800円？800円。高っ。これからやっていただく試験を説明します。今からあなた方にはここに行ってもらいます。どこですか、これは？探しなさい。一人一アイテム、好きなものを選びなさい。この島での全ての試験終了後、足手まといだった人のカードを2枚提出していただきます。飲みすぎだろ。うるさいな。6人分の水なんだよ、少しは考えろ。ジェーン、ふざけんじゃねえよ。返せよ。何してんだお前。俺が持ってくよ、もうこれ。ふざけんなバカ。しょうがねえな。行くぞ、行こう。ダン先生、私には理解できません。なぜ彼らが旧クラスの候補者に選ばれたんですか？まだほとんどが子供じゃありませんか。私も同意見です。それに予想通り不正を働いた者もいます。それにチームワークもバラバラです。Oh,
してくれ。よし。ここだな。ここですか。までに全員で戻れ。おい、おい、クソ、サブロー、待ってないよ。早く、時間だ。キュー、あと何分？食後は自由行動です。片付けは各自で。以上。よし、食べよう。うまそう。いただきます。いただきます。瞬間記憶能力保持者、南恵。一度見たものは忘れない。つまり、君の頭の中には美しいものや醜いもの、すべて残ってるんだ。よく耐えられるな、そんな人生。おい、やめろよ、そういうの。戦いはもう始まってる。気を抜いた方が悪い。そんなのおかしいよ。戦いなら試験でやればいいじゃん。今食事の時間だよ。あれあれあれ、子供は純粋でいいね。お前もまだ子供なんだから、もっと純粋にしろよ。カンニング。なんだよカンニングって。知らないんですか、サブローマルさん。リュウ君の答えをカンニングしてたんですよ。嘘ですよね、サブローマルさん。おい、サブロマル、本当か？だって変でしょ、あんなとこに鏡があんのは。学園側からの仕掛けでしょ、僕らを試す。なんかやだね、みんなゲスゲスしてて。うん、ねえ、キュウ。キュウってさ、どうして探偵になろうと思ったの？どうして？それはね、それは僕ね、誘拐されたことがあるんだ。誘拐？聞かせてくれる？僕が5歳の時だったんだ。
キュウ君かい？無事だったんだね。おじさんは誰？探偵さ。探偵？へえ、そんなことがあったんだ。泣いている僕を抱きしめて大丈夫だって励ましてくれた。かっこよかったな、あのおじさん。だから僕も人の役に立ちたいんだ。探偵になって困ってる人を助けたいんだ。僕こう思うんだけどさ、探偵って依頼者がいるじゃん。その人の痛みっていうか悲しみとか希望とか全部受け止めることから始まると思うんだよ。三郎丸くんは自殺だと思われます。自殺？
なんで、なんで自殺なんですか？ドアの前を大きなコンクリートの塊が部屋を塞いでいました。誰かが殺人をした後であの部屋から出ていくことは絶対に不可能。密室です。僕のせいだ、僕のせいだ。そう、君のせいかもな。カズマ君、本日予定していた最終試験は順延とし、君たちには早急に帰ってもらう。船の出発は明朝です。自殺なんかじゃない。サブローマルさんは弱い人じゃありません。サブローマルさんは、帰りなさい。逆らった者は失格とする。なあ、自殺じゃないってどういうことだよ。わかんない。でもそう思いたいんだよ。ねえ、現場に行かない？そしたら何か手がかりが。何言ってんだよ。そんな勝手な行動していいわけないだろ。それでなくても俺は学園側からマイナスに見られたんだぞ。君は自分のことしか心配しないのか。君のせいじゃないって。メグ、私行く。本当に？うん。Qの直感を信じる。私たちで調べよう。うん。扉を塞いだ黒焦げのコンクリート、鍵はかかっていて窓は2つ。しかも鉄格子。鍵、外との接点はちっちゃな換気扇だけで。この建物は誰も入ることはできない。完全な密室だ。メグ、大丈夫？あのコンクリートどうやって置いたのかな。もし自殺だとしてあんなことしなくても。あ、もうわかんない。どうしたの？なんでもない。半端じゃないし、瞬間記憶だってすごいし、羨ましいよ。そんなことないよ。カズマ君が言った通りで、Q
記憶が忘れられなくて辛いことたくさんあったし、でもね、考え方を変えたの。この能力で人の役に立てるかもって。絶対立つって。だから今回の試験はチャレンジなんだ。合格したら私の未来に自信がつきそうなのも。うん、行くよ。え？キル、ライト。ライト。うわ、やばそうな階段。よし、引き返そう。メグ、メグ、行こう。キュ、照らして。この扉、これ変だよね。だってさ、ドアノブあるのに鍵穴がない。回んないし。これトリックドアだね。トリックドア、うん、ほら、絵の上下に斜めに切り込みがあるじゃん、うん、だからこれをずらすの。ほら、ほんとだ。開けて。あ、ちょっと待って、ほんと、何？あのさ、1、2、3で開けようよ、ね、いい？いくよ。1、めぐ、早いって。こうやって怖いって、ほんと誰かいる。鍵閉められちゃったみたい。閉じ込められたってこと。メグ行かないで。ここ何？いた。どうしたメグ。なんか痛い足が。なになに。釘じゃない？そうかな。違うの？熱いところに生息してて、ハルって決戦打たなきゃ死んじゃうんだよね。私死んじゃうの嫌だよ。嫌だよ。メグ落ち着け、落ち着け。大丈夫。落ち着けこの部屋は脱出するヒントはないから。扉も閉まってる。窓もない。今なんか踏んだ。知らないか。いや、カズマ本当知らないのか。知らないってば。ちょっと探しに行こうぜ。やめようよ、怖いよ。お前ここまで一緒に来た仲間だろうが。そういえば火事の現場に行こうって言ってた。火事？
ちょっと、リュウ！ちょっと、おい、行くなよ！どうだよ！じゃあ。もういねえぞ。いねえよ。おい、ちょっと。もう戻ってんじゃないの、あいつら。おい、リュウ！怖えよ、このトンネル。なんだよ、いつの間に。探偵には必需品ですよ。心配すんな。なんか出たらな、俺がきっちり守ってやんだから。なんだよ。だったかい。はい。なんだよあれ、怖え。何が俺様がいるだ。先頭走で逃げてんじゃねえよ。おめえごせんだよ。と子供を殴んなよ、訴えますよ。うっせえ、生意気なガキは殴っていいんだよ。あ、喉乾いた、水だ。あ、出た。ちょっと、俺どいて。おい、ちょっと、なんだよ。お、水が光ってる。フラッシュライトだ。フラッシュライト、光ファイバーの原理。風水とかで水が落ちてる部分が光ってるのがあるだろ。あれって光の源は風船の中にあるんだ。水の流れが光ファイバーみたいに光を屈折させて運んでいるんだ。へえ、綺麗な本だな。九だ。え？ん？これは九からの SOS 信号だ。SOS 信号？この建物の中だ。お願い、誰か気づいてよ。メイク大丈夫？九。なんだよ、ここ怖えよ。うっせえな、お前は。キューとメグは俺たちと同じようにここにたどり着いて、この建物のどこかに入り込んだ。または閉じ込められた。そうだろう、リュウ。多分。やっぱりサブローマルさんを殺した誰かがいるんだよ。おう、カズマ、ペナイト。おう、オッケー。ここは引っ張んなっつうの。なんて、図形消滅パズル。トリックドアだ。トリックドア。カズマくん、君なら開けれるだろう。やってみる。ちょっと照らして。意外と簡単だな。はよし、開けるでござる。え、ちょっと怖い。キュー、メグ、ユウ、キンタさん。おい、メグ大丈夫なのか。ヘビに噛まれたの。ヘビ？あ、いや、あの、正解したのか。あ、それも、あの見せて。大丈夫、必ず助ける。生きるという気持ちを強く持つんだ。いいね、金太。メグを背負って走れ。おう。キュウ、フラッシュライトやるじゃないか。ああ、うん、気づいてくれてありがとう。あとさ、メグの傷のことなんだけど。聞いてください。
って、銀ちゃん。銀ちゃん、ちょっと待って。待って。もう一度傷見せて。え？痛い？そういえば、痛くない。ね。腫れてないし。これは釘かなんかの切り傷だよ。なんだ。ふざけんなよ。もういい加減にしろ。これはひょっとして、あ、やっぱり温泉だ。メグ、傷には温泉だぞ。どう、いい感じ。よし、じゃあみんなで入ろう。おー、いや楽しみだな。え、あったまるぞ。よし、うわあ、気づいたら、これが桜吹雪よ。キュー、なんじゃそのパンツ。いろいろと、いいよ。じゃあ、怖いよ、金太。怖いよ。うるせえ、早く寝ろよ。だってキューとメグだって誰かに閉じ込められたんだろう。サブローマルさんもきっとそうだろう。くっつくなよ。こんなとこ早く出たい。お前ほっと怖がりだな。ごめんなさい。メグ、一緒に寝てもいい？おー、いいぞいいぞ。どうしたい？ほら、カズマ、どけよ、お前、こっち。びっくり。お前、キューとリュウ、ほら、こっち、お前、くっつけよ、お前、そっち。うん、じゃあ、メイク、ここにな。真ん中寝させてやるよ、おい。ねえ、リュウ、起きてる。何？あのさ、あのコンクリートってどうやって置いたんだろう。やっぱりあれ、おかしいよ。それとサブローマル君はなんであそこに行ったんだろう。なんでだろう。ああ、でもどうしたんですか、金太さん。トンネルのばあさんの夢見た。なんだ、脅かすなよ。怖い。大丈夫だよ。合格者の数は4人だ。逆らった者は失格とする。ねえ、本当にこれでいいの？このまま島を出てっていいの？ねえ、みんな。キュウ、悲しい気持ちはみんな同じだ。落ち着け。本当にこれでいいの？何しろっつんだ。サブローマルさんのこと。サ
サブローマルさん。自殺なんかじゃない。あの人は弱い人じゃない。まだ謎が残ってるじゃないか。玄関のコンクリートどうやって置いたの？あんなの一人で運べる？ダン先生に逆らったら失格なんだぞ。そういうことだ。大切なのは試験に受かることなの？失格って言葉がそんなに怖いの？みんなは勇気はないの？僕は真実を知りたいよ。僕は真実を知りたいんだよ。真実を探しに行こう。私も行く。勇気がないって言われたら行くしかねえな。俺も行こう。こっちだ。こっち。犯人はダン先生かもしれない。え？どういう意味だ？昨日ダン先生は僕たちに帰れと言った。あの時僕たちは容疑者になってもおかしくなかった。名探偵と言われているダン先生とは思えないミスジャッジ。帰れの言葉に謎がある。でもよ、それは自殺と思ったからで。メグ、君の記憶が頼りだ。思い出してくれ。サブローマルさんが死んでいたこの部屋の中を。大きなコンクリート、黒焦げの換気扇、鍵がかかった鉄格子付きの小さな窓。サブローマルさん、サブローマルさん。メグ、よく頑張った。ありがとうメグ。中に入ろう。まずは自殺説から覆そう。ねえみんな、このコンクリートどうやってここに運んだか証明できる？方法はある。え？ピラミッドを作るやり方と同じだ。あれは巨大な岩の積み重ねでできている。巨大な岩の運び方はこれ。コロを使えば可能なんだ。コロか。うん。こうやってこの部屋の中に運び入れて、あとは火をつけて自殺を図る。同時に木のコロは一緒に燃えてなくなる。なるほど。コロか。やってみてよ。え？コロをコンクリートの下に入れて見せてくれ。よし、やろう。重てえよ。おい、こんなの下にどうやってこれ入れるんだよ。金太なら大丈夫、行け。
よし。よし。ダメだ。うわあ、床が抜けた。ブルーシート。どうしてブルーシートがあるの？もしかしてみんな、なんだ？分かっちゃった。もしかしてみんな、なんだ？分かっちゃった。え？これトリックです。トリック？答えはこうです。サブローマルさんを殺した犯人は玄関の内側に段ボール箱を置いて逃げた。そう、扉は内開き、そして換気扇からホースを突っ込んで段ボール箱の中に液体を流し込んだ。だから段ボール箱が重しになってドアを塞いでいたんです。いや、キュウ、これは段ボールじゃなくてコンクリートだぞ。固まる前のコンクリートは液体です。え？犯人はコンクリートを運んだんじゃなくてこの部屋の中で作ったんです。コンクリートが固まってから火をつければ段ボールは燃えてしまう。そしてコンクリートだけが残る。これが証拠のブルーシート。ここで作られたんだ、このコンクリート。うん、これは犯人が仕組んだ自殺に見せかけた犯罪です。でも犯人はミスをしました。コンクリートの下のシートが燃えなかった。会場の時に最初に声をかけてくれた。リラックス、リラックスって。僕本当にリラックスしたんです。すごい面白い人で、三郎丸さんが自殺なんかじゃない、弱い人じゃないって。証明したかった。Thank you.
サブローマルさんにひどいこと言ったまんまで謝りたいよ謝りたいよ。カンニングがバレて逃げ出そうとしたんだ。そしたら先生たちに見つかって、今回のことは黙っててやるから協力しろって言われて、みんなを騙したら合格って。でも俺たまんねえよ。みんなに嫌われてると思ってたのにこんなに泣かれてたまんなくて、それで騙しちゃいけないって。カズマ、ごめんな。キュウ、リュウ、メグ、キンタ、ほんとごめん。みんなほんとごめん。泣いてんの？うるせえ、泣いてねえ。泣いてねえ。どまな、うっと。お前だ。表に出なさい。どうだ、トリックは解けたか？これは全部学園側が仕組んだことだったんですね。犯人はダン先生、あなたです。これにて試験を終了する。カードを出せ。各自足手まといだった2名のカードを提出しなさい。嫌です。そんなことできません。僕たち仲間なんです。僕はここに来て大切なことを学びました。諦めないこと、真実を見抜くこと、心を強くすること。仲間を裏切らないこと。帰ります。私も帰ります。俺も。
俺もありがとうございました。足手まといか。俺はお前ら二人だな。お前はあんなことしなかったら俺は今頃合格って言われてたんだよ。僕ならあんたたち二人だな。こんなやめろ。俺はお前ら二人だよ。ちょっと待って、はい、ね、君行け。ねえ、夏休みどうするの？まだは何も決めてないけど、今度デートしよっか。残念な結果になってしまいましたね。先生、そろそろお戻りになりませんと。風が気持ちいいな。私は彼らのことをもっと見ていたい。彼らのあの素直でがむしゃらな姿を、仲間を思う気持ちと勇気、そして真実を見抜く心、探偵である前に人として一番大切な心を持った子供たちだ。仲間たちか。目になってらっしゃるんでしょ。クオリファイドクラス、資格を与えられし者たち。ここまでは本田とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キュウ先生どうしたんですか？大至急なら学校に行く。キュウ先生やったぞ、ついに問題解けたんだ。どうこれ、ほら。先生もしかしてそのために僕呼んだんですか？ああそうよ。時間かけすぎです。えそうか、自己ベストだ。次の問題いきますよ。ああちょっと、せっかく。この暗号を解いて犯人の名前を当ててください。あ僕もう急いでるんで、失礼します。おいちょっと、おいキュウ、キュウお前廊下してるな。お腕振って出るよ、あいつ。わあ！
金太郎。以下同文。なお補欠には三郎丸豊。よろしく。諸君、団探偵学園合格おめでとう。そこで君たちにはこの DDS ノートを携帯してもらう。 DDS ダンディテクティブノート。おお、ただ足は見かけに騙されるな。はい、はい、ダン先生やっぱすっごいな。おめでとう。ありがとうございます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 。頑張ったな。原作本全巻セットを抽選で10名の方にプレゼントいたします。はがきに住所、氏名、年齢、番組のご感想をご記入の上、ご覧の宛先までご応募ください。待ってます。待ってます。